飲まなかったから年越しでシャンメリー飲む。シイカワ、シイカワさんチーム、シャンメリーちょっと開けんの怖いな。これどうやって開けるんだろう。まずはシャンメリーをよく冷やしましょう。冷やして、冷やしてない。包装の上部の切り口より簡単に開封することができます。キャップの上からナプキンなどで覆い、矢印の方向へゆっくりと引き上げながら回していくと、ポンという快音が発生して線が抜けます。よし、袖でいっか。やったことない。こっちでいっか、こっちで。え、怖い。しゅ、炭酸出るかな。出ないか。気温差で蓋飛んでくから気をつけて。冷えてないから大丈夫だと思う。あ、怖い。それ炭酸溢れやすいよ。だってじゃあやめた。怖いよ、怖くなってきた。怖い。ラムネみたいに。あと3分で年越しだって。早い。え、でも今回年越す実感ない。でもこれ、でもさっきあのひななちゃんとあやねちゃんと配信してたので、こちょっと年越しなのでちょっと短い配信、10分、12時10分ぐらいまで配信しようかなと思ってます。うん、ねママ、うん、音聞こえるからダメだよ、メグのショールーム見てたら。ここで配信してんのに。どうやって映ってるかなと思う。うん、映ってないよ。今年も一年ありがとうございました。本当に楽しい一年だった。ただこれ怖いな。そう、ちょっとこれやっぱやめる、開けるの。ママが開けてくれるって。開けたことない。じゃあちょっとこれもここに置いとこう、近くにね、よそえるように。ティッシュも近くに置いとこう。今年もありがとうございました。うん、明けおめ開封。くしゃみでそう。つけてないけど大丈夫。めぐちゃんママ、めぐちゃんママとお話ししてみたいだって。めぐに出会えて本当に幸せな一年でした。いや、こちらこそ、もう皆さんがもう優しくいつも見守ってくれたから、私も2023年本当に楽しく過ごせました。メグがやろう。もうあと40秒だって。あ、開きそうで、うん、ポンって言わないね。あ、お、開いた開いた。あ、シャンメリーが開いた。でもやっぱりあれだね、冷やしてないから。でも寒いからいいよ。うん、ね、あ、いいよ、そんぐらいで。だってお酒入ってないじゃん。中にワイン入れるときっと美味しいかもよ。ワインで、ワインで割るの。いい、いや、いい、大丈夫。シャンメリーだけでいい、配信中は。エアコンつけるの。
ね、めぐちゃんとたくさんお話できて仲良くなれて嬉しかった。だってあと10秒だって。え、あ、ハッピーニューイヤー、イエーイ椅子からジャンプ、容疑棒からのジャンプ。明けおめ、明けましておめでとうございます。すごい、明けおめのギフトいっぱいありがとう、投げてくれて。新年だ、実感湧かないね。じゃあこれで皆さん、今ショールーム見てくれてる皆さん、飲み物ありますか？乾杯しよう。あ、すごい炭酸がパチパチしてる。これシャンメリーだけど、皆さん用意できたかな。お、じゃあ今年も1年よろしくお願いします。乾杯。キビおいしい。そう、おめでとうございます。なんかでも年明けた実感湧かない、全く年明けた実感湧かないけど、すごい、おみくじのギフトもありがとう。でも2024年はなんだろうな、自立した大人になれるように頑張ります。あと行動力もね、身につけられるように頑張ります。遅いって言われてるけどママに1年早い。え、でも本当に1年早かったな、2023年。なんかあっという間、なんか気づいたら1年経ってた。本当に早かった、あっという間の1年だったね。たくさんいろんな、なんかやりたいって思ったことに対してすぐになんか行動に移せる人になれるように頑張ります。私はいつもとろいので、なれる、なる。ママはなれないって言ってるけど、なります。なれる。うん、そう本当に早かったってね、最近特に早いよね。え、皆さんもじゃあ2024年はん年取ったから早いんだって。タワーですか。あ、ちょっと待って、あ、待って、タワーが、あ、竹田舎夫婦さん、タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。黙ってダメだよママ、めっちゃ、はいはいありがとうございます。お洋服の絵かわいいね。そう、かわいいよね、野球少年の絵、お洋服そう、だから2024年も皆さんと楽しい時間を過ごしていけるように、私もね、ファンクラブとかもね、いろいろね、なんかイベントとかもたくさんできたらいいなって思います。ありがとう。プレゼント送ったんだけど届いたかなって。え、何のプレゼントだろう。え、なんかこれって言ってくれれば、あ、届いたってなれるかも。うんめぐちゃんとママのトークが聞けて嬉しいです。だってバーベキューね、バーベキューイベントもやりたいし、あと、あ、白のベレー帽、あ、届いた、めっちゃ可愛い、買ったやつ、あのチュールのかかってるベレー帽だよね。あ、ある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 、これこれこれね、絶対にかぶる、絶対にこれかぶって出かけようかわいい、ママが撮ってくれた、これでしょ、届
いたよ。これ着てどっか出かけます。かわいい、ありがとね、プレゼントくれていっぱい。でもこれもね、プレゼントでいただいたお洋服だし、もう本当にもうね、ファンの皆さんからいただいたもので生活してるぐらいなんですけどね、本当に皆さんありがとうございます。いろいろいろんなプレゼントありがとう、いっぱいね、もう本当に感謝しきれないぐらいたくさん、やっぱこれも愛なので本当に良かったです、ありがとう。これも可愛い、シナモン、これ巾着になってんの可愛い、ありがとう。どのプレゼントも本当に嬉しいです。うん、もらったネイルもつけてるよみんなからくれたものでもうたくさん。ヒロアカコミックって何巻までだろう、38ぐらいまではね届いた、ありがとう。あ、巾着真似して買ったの、いいね。プレゼントやっと届いたので今度は劇場持って行きます。だって化粧品の CM 来てないのってくらい肌着で嬉しい。じゃあいつか化粧品の CM できるくらいの人になれるように頑張ります。可愛いよね、ミント、ミント色、色綺麗、ありがとう皆さん、いろいろね、今年もやっぱり皆さんがくれたたくさんの愛をなんかいろんな形でお返しできるように、私もね、私自身が魅力的な、みんなから見て魅力的だなって思ってもらえる女性でいられるように頑張ります。今年はたくさんメグに会いに行くね、だってありがとう。いっぱい思い出作りたいな、私もみんなとね。今何時ぐらいだろう、今何時ぐらい、何時、見てよ、見れんじゃん見てね、見てもらっていい、9分7分、12時7分、あと3分ぐらいでじゃあショールーム終わるね、うん愛を届けます。うん、昨日か、昨日30日だよね。30日はね、私公演出てないから1月5日かな、1月5日の公演でそのプレゼント受け取れると思います。なのではい、5日の公演になったら絶対受け取るのでね、プレゼントありがとうございますああはい、じゃあスクショタイムしよっかな。事務所のいつ受け取れるかね。一旦スクショタイムしよう。2024年だよね。24ってやろう。あと辰年だよね。辰ってさ、龍ってどうだろう。こんな感じでいいか。どうかな、届いたかな。1月もねたくさん劇場公演の予定がもう決まってって、なのではい、1月も来年もたくさん劇場公演出たいなって思います。劇場公演楽しい、大好きですクラノのなるなる AKB って言えそうそうね、おんちゃんもね、総監督お疲れ様でしたって感じで、次はなるちゃんのね、総監督も楽しみだね。笑顔の1年にしましょう。じゃあランキングを発表して
そろそろ終わりにしますね。ファンの皆さんと会える機会を今年もねいっぱい作りたいなって思います。僕対デメグさん好きになりましたって嬉しい。でもそういう方本当にたくさんいて、なんか僕対劇場公演でメグのことを好きになってくれた方本当にたくさんいて、同じこと2回言っちゃった。握手会とかでもたくさんそういう方が会いに来てくださるのを見ると、あ、公演たくさん出ててよかったなとか、たくさん出てね頑張っててよかったってすごく思える瞬間なので、1月もたくさん声に出たいなと思います。明けましておめでとう。じゃあランキングを発表します。13位さきちゃん、12位タロシックスさん、11位ポチさん、10位あきちゃん、9位一乗寺ひかる、さ8位ゆりえ、7位たけし、6位りゅうりゅう、5位しゅうさん、4位かてぃお、3位たかひろさん、2位としさん、1位たけいなか夫婦さんです。あ、くしゃみが出そう。よし、くしゃみが出そうだ。よし、ありがとうございます。今年も2023年ありがとうございました。今2024年、楽しい1年にしましょう。よろしくお願いします。スクショタイムしたから。じゃあね、ありがとうございました。短い時間だったけど配信見てくれてありがとう。今年もよろしくね。バイバーイ。また年明けもね、年明けなんだけど、またお正月の期間もちょっとねショールーム配信できたらいいなと思います。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ママもバイバイって手振ってる。バイバーイ。